ディスラプティングジャパン、日本をぶっ壊すという物騒なタイトルのこのサイト、日本の起業家たちの素顔を国内外に英語で発信しています。 I was in college and my major was computer science. 主催者のアメリカ人ティム・ロメロさんは在日20年以上、これまで日本で5社を起業し、日本のスタートアップ界隈では知られた顔です。手作り感満載のコンテンツ制作現場に密着しました。ティムです。よろしくお願いいたします。この日ティムさんがインタビューする日本人起業家は平野美久さん。アジアからの世界展開を目指す平野さんに、なぜ日本を飛び出して起業したのか、これまでの失敗と成功についても英語で切り込みました。アメリカ人、ヨーロッパ人、日本のスタートがあまり分かりません。だから面白いスタートアップと面白いスタートアップファウンダーを海外に紹介したいんです。これとか台湾の風景ですね。平野さんは現在4秒のショートビデオを投稿するサービスを展開しようとしています。これは日本の会社の拠点は台湾、シンガポール、ベトナムにあり、社内の公用語は英語です。英語で発信できると、まあ、一番違うのは獲得できる人材のレベルが全く違う。でスタートアップって本当人材命なので、そこが一番変わってくるかなと思います。ありがとうございました。数日後、編集作業を進めるティムさんの自宅を訪ねました。じゃあ平野さんの会社の面白いポイントは、コンテンツは4秒だけでも、すぐグローバルに行きます。だから題名としたら、まあ、Go Global Plus 4秒のコンテンツと。起業家にとって英語の重要性は増すばかりです。欧米初のスタートアップイベントが日本でも盛んになり、英語で情報発信ができれば海外から人、物、金を調達するチャンスが広がります。全部英語で、で来てはる人も外国人の方が多くてっていうの、ただやっぱりそのグローバルでやるって言うと当たり前ですけど、英語でやらんと話にならないと思うので、まあ、そういった意味でこういうのが当たり前になった方が、まあ、僕らもその英語でもちゃんといけるよってアドバンテージを使えるので、もっと増えてほしいとは思いますね。日本の社会と日本の経済、数万社のスタートアップだったら、それはディスラプティブ。社会も変わります、経済も変わりますと、それがすごいいいことと思います。知られざる日本のスタートアップに世界の目を向けさせ、海外からの資金調達や人的な交流を促すことが日本経済の変革につながるとの思いから、2014年9月にサイトをスタートさせたティムさん。インタビューの最後に、起業家が海外へ英語で売り込むための3つの心構えを聞きました。 Be a human being. In America or Europe, that's really difficult. People want to see a real person.Get help if you need it. Ask for help. Get other people in the company to understand foreign markets and foreign competition. 3つ目は、keep trying. Most fail their first few attempts, but you have to keep trying. すいません。Disrupting Japan, episode 44. Welcome to Disrupting Japan, straight talk from Japan's most successful entrepreneurs. I'm Tim Romero, and thanks for listening.